何年前かちょっと覚えてないんですけど、まあ、狙ってる斜面にこう取り付く際に結構でかいその雪庇を渡らなきゃいけない場面があったんですよ。で、まあ、そこを渡るときに自分の本当右足の5センチ右隣で切れたっていう時があったんですよね。それで雪庇落としちゃって、で、まあ、そのかなりでかい雪崩誘発したっていうのが本当にその山の怖さを身に染みて感じたっていう瞬間だったんですね。まあ、山に対して俺はその元からリスペクトっていうのは持ってて、まあ、何が変わったかっていうと行動がよりその慎重になったっていうところが変わったのかなっていうのはありますよね。ですか。大先輩っすよね。人生のなんか矢印もつけてくれるし、生活を豊かにする方法もなんか気持ちを豊かさにしてくれるみたいな、もう本当大先輩みたいな感じっすよね。いつもまず狙ってる斜面のそのやっぱ何を知りたいっていう、その雪の安定度をまず知りたいんで、で、まあそこを知るために時間かけてしっかりその風の吹き方とか、その雪の降り方とか雪の質とかをしっかり見極めてトライするっていう、で、その次に自分のその出した答えとその一致してんのかっていう作業は、まあ上から雪を落としたりとかっていうことですよね。自分はスキーカットっていうのは基本的には自分はやんないですね。その入る前で判断します。あからさまにそのチェックする過程で外してるんだったら、もうその日は入んないです。やめます。危ないなと思ったらやめるっていう、その行為がまあ一番なんかあれなんかなって、肝なんかなみたいな、自分の中ではそこ迷って入る方が一番危ないんですよね、俺の中では。だからもう絶対俺はもうメイクするっていうあのイメージと、ただ単にその自分の思い描いたラインを冷静に滑り切るっていうだけな、だけですよね。山との向き合い方っすか。山のなんすかリズムにやっぱこっちが乗らしてもらうみたいな、こっちのリズムを山では絶対出さないし、常に謙虚にやらしてもらってるっていう気持ちとか、やっぱそういう姿勢っすかね。